まああんまりちょっとネタバレ、瀬戸利のネタバレはあんまりしないように頑張るんですけど、まあユニットぐらいは言っても大丈夫だよね。まあ私も言ってるし。そう、今日ユニットのねコーナーあったんですけど、今日はね宇多田ハツカちゃんと友達でいられるならをさせていただきました。お疲れ様でした。あ、お久しぶりです。ありがとうございます。お久しぶりでいいのかな。まああんまりね、ショールームで見かけることはそんなにないそう。でもまあその坊ちゃん劇場ファンの方も多分私となんか直接ヤッホーってするのは1ヶ月ぶりとかなので、そうちょっと話になります。 そう、ハッツとね「友達でいられるなら」っていう曲をさせていただいたんですけど、そう、その曲は本当にずっと前からハッツとやりたいねって言ってて、それこそいつから言ってたんだっけ、あんま覚えてないんだけどさ、でも私がまだ高校生の時で、そう、まあでも本当に4、5年前ぐらいからもうずっとね、なんか元気そうでよかったです。そう、元気だよ。 そう、私本当にお互いなんか4、5年前ぐらいからもうずっとこの曲やりたいねって言ってて、そう、もうなんかカラオケでさ一緒に歌ったりしたんです。もともと友達でいられるならって、島崎遥香さんと横山由依さんの2人の曲なんですけど、じゃあ今日はどっちのパートやろうかじゃんけんして決めたりとかして、そうやってたんですよ。そう、今日はちょっと多分そう、こんな白飛びで申し訳ないけど そうで、なんかあれかな、光に近いから、でももうねしょうがねえな。 そう、ちょっと白飛びすごいけどね、ちょっと気にしないでください。 そうで、なんだっけ、そう、友達いられるなら本当にねもうずっとやりたいねって言ってて、で本当は何年前だったかな、4年前ぐらいか言うて、それは嘘か、でも4年ぐらい前、愛媛ツアーの時も本当はハッツとやりたかったんですよ。でまあなんかその選抜メンバーにはハッツ、その愛媛県ツアーの選抜のメンバーにはハッツがいなかったから、せめてお手伝いに行ってめっちゃ言ったんですけど、ちょっとそれもできなくって、そうだから絶対どっかでやろうねみたいな、なんかやるのもしかしてどっちかの卒業公演だったりしないよねみたいな話もしてて、そう、でも今度はねこの愛媛で、そしてお互いに思い入れもある坊ちゃん劇場っていうところでさせていただけたのがね超嬉しかったです。気づいてくれて嬉しかった。うちはありがとう。ツインテールしてました？気のせい？間違ってたらごめん。誰の女と勘違いしてるの？ってなったらごめん。今日はね、このジョン・マイ・ラブ・ティーを着てます。いろんなキャストさんやスタッフさんとお揃いでした。 はい、そう、何気に2人ユニットです。そうなんですよ、途中で左右作ります。あ、でやっぱツインテールしてたよね、よかったよかった。そう、念願叶いましたよ。明日もあるのでね、ぜひ皆さん見てください。じゃあちょっと私実は、まあ、気づいてる方もねちらほらいらっしゃると思うんですけど、今日ジョン・マイ・ラブを見させていただいて、そう、3期のねジョン・マイ・ラブ生で見るの初めてだったんですよ。そうなの、バイクの音がすごい。 そう、愛媛あるあるですね、バイクの音がすごいのは分かんないけど。 そう、なんかそう、絶対ね、なんかこれまでの間にさ、
なんかあの絶対見る予定だったのにさ、なんか忙しくて全然見に行けなくて、そう。そうなんか見に行けなくて、であの投資も見たことなかったんですね。そうだから本当に3期の見るの初めてで、生で配信では見たことあったんだけど、そうなんかそうなんですよ。鉄の塊、そう鉄が固まってた、そうです、鉄が固まってたんですけど、そうなんかやっぱ実際なんか生で見るとまた全然違うなって思って、で今日思ったのがあのカエさんの奥にさんのあの劇中歌あるじゃないですか。なんか以前私カエさんの綺麗は本当に綺麗って言ったんですけど、それに付け加えてカエさんの綺麗はなんか景色が見える、河原、河原じゃないけどなんかそう川が静かに流れてて、お花もそよ風に揺れてみたいな、そういう情景が浮かぶような綺麗だったのって、なんか改めて聞いてすごく感動しました。でミサテツはね、まあ、配信初日の見てたんですけど、そう初日は配信で見てて、で今日も見たんですけど、多分なんかなんて言うんだろう、ああいうさ、そのミッサーがあの多分カモレになったかな、私ラジオちょっと聞いてて、そうなんかあのなんだったっけな、なんかまあ人をなんか憎めないようなところ、なんだっけな、ちょっと一語一句覚えてないからあれなんですけど、まあちょっとな生意気じゃないけど、まあでも憎めないところのそのギリギリのとこ攻めていいみたいに言われたから、なんかそこら辺意識したって言ってたんですけど、なんかなんだろう、ミッサーらしいというか、なんか特にそれを思ったのはお財布をキクちゃんに任せたのところとか、あそこのなんかそのまあすごい元気明るい、なんかもう元気はつらつって感じじゃないんだけど、その今なんかその10代の女の子女子の感じの、ああいうそういうなんて言うんだろうな、なんかすごいもう元気はつらつアンパンマンみたいな感じじゃないんだけど、そのなんかなんて言うんだろうな、難しいんだけどさ、なんかそういう感じ、ああいう感じミッサーがすごいよく出てていいなって思いました。そうでもそれと同時にやっべえ私もあと1週間じゃんってめっちゃ冷や汗をかき始めて、どうしようかなって思いながらね。そうでもなんかそのなんだろう、またさその私が出演させていただいたあの5月の時からまた全然変わったなっていう印象があって、そういやーよかったですよ。客席も含め楽しかった今日の恐竜もコンサートも、ありがとうございます。そうやっぱその坊ちゃん劇場ってなんかアイドルのライブっていうのはこれまでなかったことだったので、なんかあのちらほらあいつも来てくださる方だみたいな感じで思ったんですけど、頑張ってレスとかしたんですけど、ちょっと もし戸惑われてたらちょっと申し訳ないなとは思ったんですがメンバーの鉄を見るといろいろ参考になるもんかな。まあどうなんだろう、なんかまあもちろん参考になるって言ったら違うんだけど、あそういう解釈もあるんだな、なるほど面白いなって思いながら、まあでも私の中ではまあ私は私だからって思ってやってます、ね、
そう。今日はね、私のセーターティー着てくださったりとか、私のタオルつけてくださったりとか、うちわとかね、ありがとうございました。なんかお久しぶりに見る方とかもちょいちょいいらっしゃった気がしてね、おー、めっちゃ久しぶりみたいな、そう思いましたね。ちょっと特に、ちょっと今日初めてライブ見たよっていう方に感想を聞きたいんですけど、どうでしたか私は どうでしたか？そう、どうでした？ ねえ、本当に。なんかどういう感じに思ったんだろうみたいな。その特にさ、そのジョン・マイ・ラブで知ってくださった方が、なんか今日のライブ見て、なんかどういうふうに思ったのかが私めっちゃ気になる。気になる 気になる そう、パキって言いましたね。鉄の時と違って新鮮でした。可愛かったです。まあでも本当にそうですよね。なんか今日準備してる時、柳瀬さんがちょっと裏にいらっしゃったんですけど、なんか今日はちょっとアイドルの顔してるねって そう、アイドルの顔してるねって言われました そう、いや新鮮だった。でもそうですね、やっぱ新鮮味はすごいですよね、多分。そうだよ、いつもあんな感じです あ、パキってた。アイドルルンちゃんは明日初めて見ます。あ、明日か、お待ちしてます。ここめっちゃさ、光飛びするよね。あとね、ちょっと地味にちょっとキャッチフレーズやるのちょっとね、恥ずかしかった。そう、私のキャッチフレーズあんな感じなの。そう。そう、私のキャッチフレーズあんな感じなんです。そう、スマイルンルンルンバルンバの顔ルンバ そう そうなの。柑橘いっぱい、愛もいっぱいの。そう、愛もいっぱいですよ。そうです、愛媛県から。やっぱ愛媛県産には愛があるっていうものがあるんですけど、そこからちょっといただきまして、愛もいっぱいってやった。あれが、まあ、私中学2年生から変わってないです。そうで、まあやっぱ8人だからこそ、なんかまあ基本的にコンサート、16人のコンサートではキャッチフレーズってするんですけど、チームメイト全員でキャッチフのコンサートではキャッチフレーズやんないし、とかちょっとした8人イベントとかでもキャッチフレーズってやらないから、そう、なんかね、8人でのコンサートもないしね。初めてだよね、8人のコンサートなんてほとんど初めてみたいなもんでしょ。そうそう、確かに。で、私はね、なんか掛け声っていう掛け声も特にないタイプのキャッチフレーズなんですよ。そう、だからもうみんな、なんかルンバルンバのカオルンバーってなってる。柑橘いっぱいみたいな みんなありがとなみたいな。そう、そうみんなって思いながら、
やでもなんかね、そう本当にそうやっぱそのキャストさんがな、キャストさんもさなかなかその私たちのその普段のアイドル姿を見ることがなかったからさ、で私たちもそのキャストさんに見ていただけることっていうのもそんなにないからさ、なんかもうめっちゃ緊張みたいな感じだった。そうアイドルランチャー見るのは愛媛ツアー以来でした。あーじゃあめっちゃ前だね。わー懐かしい愛媛ツアーも。そう愛媛ツアーは2018年ぐらいにさせていただいたんですけど、松山市民会館で、そうその時はね、てっちゃんメンバーはゆうなで、お手伝いメンバーがあやねとミッサーだったんですよ。だよね。うん、そうだよね。うん、のメンバーが出てて、いやーねー楽しかったよ。そうそしてね、今日はジョンマイラブコーナーもありまして、皆さん楽しんでいただけましたか、ジョンマイラブコーナー。明日もあるのでね、ジョンマイラブコーナーは楽しみにしててください。そう、それでジョンマイラブでちょっと話変わるんだけどさ、今日だったかな、なんか天野さん、福沢諭吉やってらっしゃる天野翔太さんがいらっしゃるんですけど、天野さんがさツイッターに上げてたあのツイートめっちゃ羨ましいんだけど、あれいいな、商品化してほしいぐらいなんだけど、まあいただき物とは書いてあったんですけどね。そうそう、タンブラーだ、タンブラー、スイートティッチ、なんかそう、あれめっちゃ羨ましい、いいな、私もあれ欲しいよ。なんかせっかくだったらなんか私もなんか自分のさなんか好きな歌詞とか入れたいな。何しよう、な、私だったら何かな、私だったら何入れるかな。お嬢さん君の夢をどうぞ叶えてとかあれその歌詞めっちゃ好きなのよ。そう、これも歌詞なんですけど、お嬢さん、そう君の夢をどうぞ叶えてっていう歌詞があるんですけど、その歌詞が私大好きなの。そう本当に好きなの。そうなんでかっていうと、万次郎がてっちゃんのことお嬢さんっていうのがもうね、年の差を感じるよね。ありがとうございますそう本当にさ、そうでもその天野さんが持ってたそのこの世界は驚きにあふれ信じられぬ冒険に満ちているもめっちゃいいし、そうあそこ、でもあそこなんかあそこタンブラーにそう書いてあるのもおしゃれ、おしゃれ。そうでもそれか人生何が起こるか旅立たなきゃわからないもいいし、まあ、一緒に嵐に見舞われるのもいいもんだも入れてもいいみたいな、入れてもめっちゃいいしみたいな。でもなんかあの歌詞が入ってるからこそおしゃれに感じるのかな、マジで。そう、やっぱ名台詞グッズ欲しいよね。そう
名台詞グッズはね、何か欲しいよね。そう、ジョン・マイ・ラブ名台詞グッズ。あったらいいよな。やっべ、ナチュラルに歌いそう、ジョン・マイ・ラブの曲。でも名台詞多すぎるから、もう頭からもう台本みたいにもうパーってやっていくもうそう、なんかそうだな、難しいな。なんか頭からバーってやっていってできそうなのは、なんかなんだろうな、何がいいかな。名台詞を選んでタンブラーに入れられるようにしたい。あーいいね。なんかタンブラーでもなんか名台詞だから、例えばまあ、受注生産とかにしたら、このキャラクターの名台詞はこれになりましたみたいな。それじゃあ皆さんどのキャラクターがいいか選んでくださいみたいなとかでやってさ。そうだから、そうだな、例えばブヨさんは何のセリフが人気なんだろうか。滝蔵です、絶対違うよね。デニム、いやデニムはブヨのセリフじゃない、ケイタロウも言ってるわ。やけん例えば、うん、そうだな、まあキクちゃんだったら私の人生これからだとかもいいし、あ、ラブじゃのいいね。え、よくない、ラブじゃのって書いとるのさ、ラブじゃのって書いてる、ね、水筒とかめっちゃおしゃれ。みんな大好き、あのみんな大好きまぶちさんのセリフがあんまりないから、おこやつこそが順番の妻かみたいな。違う、え、合ってるよね。ジョン万次郎は妻が推しになるんじゃ、なんとこの女子が万次郎の妻かだ。そうで、おおこやつこそがジョン万じゃぐらいしかないからさ、ちょっとまぶちさんのセリフがまぶちさんのセリフがなんかいいのあるかな。難しいけど、あ、カモーンキリステオだ、それだ、それだカモーン、あ、ちょっとじゃあちょっと左右を作りに行くね。え、でも絶対それがいい、カモーンキリステオやん、決定だね、決定だねじゃないね。やばい、マジでナチュラルに歌ってしまいそう。歌ったら許して。ふっ、よいしょ。鼻歌でも歌、鼻歌で歌っちゃいそうなんだけど、マジで。危ない、本当に。今、心の中で大熱唱してるよ。ただいま。じゃ他の人考えてみよう。めっちゃ白飛び。てっちゃんは一番最後にしようか。万次郎さんは、なんだろう。やっぱ私はちょっとさっきのがいいな。お嬢さん、君の夢をどうぞ叶えてのやつ。もうそれ一択でしょ。いや私の、いや万次郎さんいいセリフいっぱいあるけどさ。そう。あ、でも。あの人生何が起こるか旅立たなきゃわからないとかもいいし、そう、そんな感じかな万次郎さんは。あとはなんだろう、次誰にしようかな。結局ブヨさんはなんだっけ、ラブじゃの、ケイタロウはフリーダム&イクオリティが最初に出てきたけど、あ、でもみんなはマジーが好きか
竹迫さんのだけどマジーが好きかみんな。マジーかな。なんか熊次郎さんはね、あ本当は A のが好きなんやけど、熊次郎さんは Hey guys 人のラブを Don't love ぜよラブぜよか聞くかな。熊次郎さんは多分そのどっちか、ちょあんまり短すぎてもあれだからね。そう、あケイタロウそれだ、竹蔵学べよ、最高最高、いいじゃんそれだね、決定で。あと私ずっと高殿悩んでて、高殿何がいいかな、売国度は今売国度は消し去るのみが聞こえたんですけど、あの聞こえたんじゃない、聞こえたのはやばい。そう高殿が難しい、何がいいかな、高殿の名台詞なんだろう、あの男は土佐の貧民、いやいやそれは違う、なんだろう、なんだと思う、あ武士らしはなされよ、それもいいな、なんだろう、望むところじゃそこか、そう高殿なんだろうな。でも私あの高殿のさ舌が私がっていうのめっていうとこめっちゃ好きなんですよ。そうもう何も申すことはない、ごめんごめん、ジョン万次郎な、ジョン万次郎の妻がわしになんのようじゃ、なんかあるかな、毒虫に抱かれたお腹がわしに触れるな、難しい高殿、ちょっと待って左右できたっぽいからちょっと取りに行くね、高殿むずちょっと選べないな、高殿むじ、左右でございます、あぶね、やけど水槽だったこぼして、あぶね、高殿はえ難しいね、高殿みんな高殿のなんか印象的なセリフって何、難しいよ私、なんだろうか、高殿はさなんか結構短文っていうよりは結構長めに喋るタイプの人じゃない、いや別にそんなタイプの人じゃないんだけど、結構割と一気にパーって喋るタイプなんです高殿って、そうっていう印象があって私は、そうだからなんかすごい短い言葉っていうのがあんまないんですよ、ここは一つ始めーで、あでもそれもそれいいねそ始めセリフなんか始めまあでもそれはねありではあるよね、どうしよっかな、うん何がいいかな、本心を申されよ、あーいいよね、なんかあれもなんかなんだろうな、やっぱお兄ちゃんだからこそって感じだよね、
やっぱり嬉しいくせに、おい安藤つしは嬉しいくせにね。やば、高度なんて難しいね。キャストの皆さんにお気に入りのセリフ聞いてみたくなる。あ、でも確かにそれか、そのキャストさんのお気に入りのセリフをなんかそれぞれ聞いてって、それをなんか集めてグッズにするみたいなのもありだよね。じゃあ高殿は、じゃあ心中に入り込んだ毒虫だで、いやダメだ、ちょっとさすがにダメすぎる。高殿むずい。あ、ラジオで言ってた、やばい、ちょっとそれ聞けてないや。何だったんだろう。じゃあちょっと高殿のお気に入りのセリフはちょっとね、高殿はね難しいね、やっぱ。私からお日様に花を侵入いたします。誠徳川の心を持つなら武士らしゅうなされよでいきましょう。そこにしよう。そう、あー、手出しするなもいいね、そこもいい。やばい、決まんないね、ちょっと決まんなかった。あ、それそこなんだ、いいねなるほどね。じゃあちょっととりあえずさっきなんて言ったっけ、ギャップなんて言ったか忘れちゃった。あれあれだ、誠徳川の心を持つなら武士らしゅうなされよでとりあえずいきますね。いや難しい、高殿はね結構セリフ長いからさ。そう、じゃあ次、まぶちさんは言ったから、じゃあおじさま未来を託すですね。じゃあ次に行きたいと思います。はい、や秒だったよ、やばいよ。他には大丈夫か、他にある？もう流れていったよ、もうおじさま、もうおじさまといえば未来を託すみたいな、もうそういうもう数式が出来上がってるもんやばい。まあでもやっぱ太郎のおじさんは未来を託すですね。てっちゃんのことが大好きじゃん。ああ、それもいい、ありがとう。やっぱ未来を託す。じゃあ次、源之進さんどうしよう、何がいいかな。おいこら鉄、いい加減にせんか。なんだろう、お父ちゃん、父上、万次郎は骨のある良き男だ。そう、セリフだけじゃなくて歌詞もあるからね、もう大変よ。そう、でもやっぱり、おいこら鉄、いい加減にせんかーかな。そうそれかな。かな、でもやっぱちょっとそこそこになっちゃうかな、難しい。やっぱでもやっぱそこ、みんなそこ好きなんだ。あ、でもなんか今日さ、そのジョン・マイ・ラブ見てた、ちょっとネタバレしますね、ジョン・マイ・ラブ本編の、いや皆様すっかりご立派になられたってなって、ちょっとね、最初
ね、ちょっと明るく振る舞おうとしたけどやっぱダメだったみたいな、お父ちゃんごめんよってなった。そう、そういえば今日ゆりなちゃんも一緒に見とって、いやゆりなちゃんここにいないけどね、ゆりなちゃんも一緒に見とったんやけどね、ちょっと泣いちゃったみたいです。確か私ちょっと遠くから聞いてたんだけど、多分おじさまが亡くなるとこだったと思うんだけど、そこでちょっと泣いたって言ってました。じゃあまあお父さんのは本編始まってないけど、おいこら鉄いい加減にせんかーでいきますね。で次ネクスト、だってゲナンズの方々はどれがいいかな。お台場に築かれた砲台、鋼作りに必要な反射炉、これかな。いや分からん、まだもっとあるかもしれんよ。なんだろう、でもやっぱそこかな。ゆりなちゃん初ジョンマ選びでした。熱っまだちょっと左右は持てなかった、熱くて。で、あーじゃあ次ちょっと竹蔵ね。竹蔵なんだろう、え、竹蔵か、何がいいかな。なんか竹蔵のいいシーンここなんだよなって思ったんだけどさ、それただ返事してるとこだったわ。あの竹蔵学べよはいってなる、あそこのはいの竹蔵いいんだよなって思ったけど、いやはいじゃん、はいしかないじゃんセリフってなって。そう、あナーバス、それだ、もうそれだ、決定決定。あのめっちゃ流暢にナーバスっていう、もうそれだ決定、竹蔵決定、それですね。ごめんなさい竹蔵ファンの方に、でもマジでそう思った、やっぱ竹蔵はねそこじゃないと、ナーバスじゃないとね。そう、次ゆきち、うわゆきちはなー、いろいろあるからな。でも取るとしたらラップのところかな。でも何がいいんだろう、やっぱでもラップがいいかな。うわー難しい、ゆきち、要するに船に乗るか乗らぬかだ。違うかな、あれだ、一番最後のとこ、やっべ英語だから言えない、成し遂げてみせる Make a big upset。 いやでもラップはちょっと難しい、ラップから選ぶの難しいな。でもそこかな、やっぱそのなんか諭吉の俺がやってやるぜみたいなセリフがいいなって思って、そんな思いが伝わるのはこうそこかなって思ったんで、安藤だったらカツオ取りにはご無理かなってなるんですけど、そう、いやでも諭吉はラップから選びたいなって思って、あよし
じゃあ次行こう。んでおじさま言ったからじゃあおくにさん行こう。おくにさん、アホ努力って生きてみせる。わかんない。おくにさん、おくにさんはは鉄にひっつく磁石です。それだ、もうそれでいこう。もうそれしか、お国さんはそれだわ。ありがとうみんな。やっぱみんなで考えるのが一番いいね。じゃあ次はや、おきくちゃんはでもフリーダムのフリーか、私の人生これからだかな。そう、ノープロブレム？うわ、どっち？どれ？どれ？どれ？あ、フリーダムのフリーもいいしな。どれ？やばい。キクちゃんどれ？フリーダムのフリーか、私の中でフリーダムのフリーか、私の人生これからだか、ノープロブレム。でも私の人生これからだかな。そう、じゃあ私はそれでいきます。一回じゃあ最後で、万次郎さんは言ったもんね。待って、あと言ってない人いる？ああ、あれだあれだ、おさとちゃんはおかみさんが持ってこいって。そう、うん、行きたいですが、うわ、でもそれ2人のセリフだった。でもやっぱ行きたいですかな。2人のセリフになっちゃうけど、おまっちゃんでも行きたいですかな。シャキ、おまっちゃん難しいな。おまっちゃんはちょっと子守唄なんだけど、ちょっと子守唄がいろいろありすぎるからな。おまっちゃんは、うん、おまっちゃん、まっちゃん、おまっちゃん、まっちゃん、お、まっちゃん、うん、まあいいやめっちゃハテナマークになっちゃった。あ、怖くないもいいな。確かにそうだそうだ。おえーおえーって言っちゃった。あー、今日様、じゃあ怖くない、怖くないですよーでいこう。で、2人それぞれはそれなんだけど、まあ合わせたら行きたいですかな。で、全員言えたっけ。安藤はだってカツオ釣りには、カツオ釣りにはご無理がないやけんな。そう、じゃあてっちゃん何にする。むずっ。てっちゃんはいろいろ言ってるから、自分の人生は自分で決めます。てつの心を持つ、やっぱ私は私でしょう。一応歌詞だけどさ、曲名でもあるからさ、あれなんだけど、むずやばくね。なんか短いけどいいよね。私は私、それか
大根近辺、大根あたりから取れないかな。船旅の神様コンピ、あ、ちょっとコンピラ様、ジャパニーズで謝れ。難しいな。でもやっぱグッズにするなら私は私かな、もうズバッ黒板かなみたいな、私は私みたいな黒板かなみたいな。え、じゃあみんなで聞こう、てっちゃんのセリフでこのセリフ好きってなります？私なんだろう、まあ歌詞もありで、なんかみんなどんなセリフとか歌詞が好きなんだろう。あ、なんでなんでって言って、確かに、まあ好きなセリフ、私だったらどこ選ぶかな。でも私は結構勇気もらえるのは、そう、諦めなんか絶対しない、言われなくても夢を捨てはしないみたいな、そこはめっちゃ好き。そう、なんか結構その歌詞を見て結構元気もらえる。そう、実はそのあのメドレーね、私あのたまにプランクとかやるんですけど、そのプランクやるときあのメドレーをかけてるんですよ。でなんか一応メニューみたいなのあって、なんか1時間半ぐらいまず正面やって横横ねじりみたいな感じでやってるんだけど、そう最初本当にもうきつって思って、そうあの M5 のランデブー丸々1曲をプランク正面でやってるんだけど、そういつもねきついなって思ってるところで、諦めなんか絶対しないっていうところで、ああ頑張ろう、うわーってなる。そう、すっごい白飛びめっちゃ白飛び、でも負けないわ。あ、鉄は我が道を行くもいいよねっていうか、なんか、あ、我が使命のさところからなんかワンフレーズで絶対いいのあるよね。なんかそのそれぞれの曲のさ、なんかワンフレーズなんかねあったらいいよね。そう、私は一応やっぱね練習とかもするからさ、そうカラオケ音源というかオフボーカルというかそういう音源は持ってはいるんだけど、そのオフボーカルとかでさ、うわーうえーってめっちゃ頑張ってる。そう、もだえながらも頑張ってる。いやでもなんかそんな感じで、やっぱ名台詞ってさいっぱいあるから、もう歌詞もいいし、私が嫁をもらうから、あーそれもいいね、それも陽気だわ。でもそのみんなそのセリフ好きだよね。まあ私も大好きなんですけど、やっべマジ私来週か、なんか緊張してくるね緊張してきちゃうな。でもみんな聞いて、その時には7月だよ、マジでびっくりだよね。もうそん時7月なんだよ。待って、いや今あの違う部屋からさ歌ってる声が聞こえて、ちょっと耳澄ませたら、いや下の曲やんけってなっちゃった。そう、みんなもう7月になるよ、耳を澄ませばやっ しちゃってるし、もう7月だよみんな、こんわっ。
7月坊ちゃん劇場行くから楽しみ。お、誰の時に来てくれるんだろうか。ハッツかな、ユウナかな、それとも私。いや、あのミサもあるか、一日。まあでも今日はね、ほんと前鉄婚、ルン鉄の、あ、ルン鉄様、あーざーす。いやもうお礼の仕方が適当すぎ。ありがとうございます。まあそう、本当にまあ明日もね前鉄婚あるので、当日券もあるみたいだし、配信もアーカイブはないんですが、あのライブのみあるので皆さんぜひ来てください。今日は炭水化物を取りすぎました。ただまあ動いてるからね、オールオッケーって思った。ってことにして。ってことにしてくれ。そう、まあ明日をちょっとだけ炭水化物控えめ頑張ろうっていう感じでいけばいいから。そう、ノープロブレム。あー、おきくちゃん。でも今日取った炭水化物はね、全部健康的。雑穀米、雑穀米、もち麦、まあ、プラス今日ちょっとコンサート終わりにもうお腹すいたし、甘いもの食べたいってなって、ちょっと差し入れでいただいたちょっと小さなちょっとワッフルをいただいて、それを食べたぐらい。今日は炭水化物はそう、雑穀米、雑穀米、もち麦です。みんな聞いて、私最近久しぶりにショールームで食べ物の話してない？最近じゃないけど、ちょっと納豆を食べるようになったの。そう、私納豆を食べたのなんて小学校の給食以来だよ。割とこれガチ。あ、それは嘘だった。あの大戸屋の爆弾ご飯みたいなのに納豆ちょっと乗ってました。ごめん、嘘ついちゃった。嘘ついちゃったよ。そう、たまに納豆を食べるようになった。そう、でも朝今日バイキングだったんですけど、ちょっとじゃこが詰まってちょっと取ったね。みんな待ってたんじゃない、私の食べ物の話。待ってたんじゃないですか。そう、あ、じゃあさ、まあみんなさ、あの、まあ、明日やるか、明日やんないかもしれないんだけど、明日以降でね、なんかルンちゃんはこの髪型が似合うっていうのありますか？そう、みんななんかルンちゃんこの髪型が似合うんだよなっていうのあるのかなって思って、もう私基本的にねハーフアップのストレートしかしないんですよ。そう、なんかもうつま飽きたなとか思ってるかもしれないけどね、そうマジでハーフアップのストレートしかしなくって、そう、私といえばハーフアップストレートかおろしストレートなんですよ。もうねそれ以外やらないんで、あんま巻かないんですよね。もう基本的にほんとストレート。ポニテ大好き人間が3人いる。
今日の生写真でショートカットに見える。あ、そう、なんか後ろでさ、その今月の生写真のテーマが梅雨だったんだけど、まあ、なんか料理がいろいろできるようになりたいなみたいな感じの写真撮ろうと思って。私料理するときって後ろであのヘアクリップみたいなの止めるんですよ。まあそれしてちょっとショートカットみたいになった。あ、今度はツインテール大好き人間が来た。ストレートおろし一択。 ありがとうございます。そう、大体ほんとストレートおろしかストレートハーフアップ以外やらないんですよね。巻かないね。最後に巻いたんいつ？覚えてないや。それは嘘？覚えてないでも。うん。そう、何が髪型 DD、 あれだな、推しが何やってても OK っていう、あ、何でももう可愛いっすって言ってくださる感じですか。ね、そう、なんか皆さんはその私の何のか、私は何の髪型が似合うって思、似合ってると思ってるんだろうっていうのがすごい気になったって思うんですよ。でも私はほんとね、もうハーフアップストレートしかねしない。そう、ほんとにそれがね、私も気に入ってるっていうのはあるんですけどね。そう、それかもうストレートおろし。でもただおろしだとさ、やっぱ私頭ボソボソになるからね、なんかできればおろしじゃないのがいいなって見ながら、やっぱハーフアップかなみたいになっちゃう。そう、毎回そうなっちゃう、毎回そうなっちゃう。高岡香織でした。はい、じゃあということでね、じゃあ今日はここら辺で終わりにしたいと思います。じゃあ今日ね、配信とか会場に見に来てくださった方、本当にありがとうございました。そして明日2日目でも最終日なんですけど、前鉄大集合のコンサートまたありますので、当日券もあるみたいなので、皆さんぜひ見に来ていただけたら嬉しいです。また配信もねあるので、配信で見るよっていう方はぜひね、配信ならではだったら声が出せるっていうのはやっぱ配信の強みだから、ぜひ楽しんでください。じゃあランキングを読んで終わりにしますね。13位から、13位メソさん、12位マモさん、11位飯田博之さん、10位ロミツさん、9位 TKHKG さん、8位夏目さん、7位カラスのカーコさん、6位玉国さん、5位プレジョンさん、4位マヨさん、3位アーティーさん、2位ヒデオさん、1位がはやちゃんさんでした。はい、というわけで、じゃあ今日も見てくださってありがとうございました。じゃあまた明日、おやすみなさーい。ありがとうございました。おやすみ。会場の人はね、心の中で声出してくださいね。おやすみなさい。